結局ここに来ちまった。なんつう顔でうなだれてんだよ。収穫なかった男同士慰め合おうってか。皆まで言わねえでください。モテない男はつらいな。失礼します。ん、リュウジ。おお、ユウスケ、もしかしてお前もあれか。あれ、だから誰からもチョコもらえなくて、あれがあれになるあれだよ。何を言っているかわからんが、チョコならもらったぞ。そういやこいつ顔はいいんだった。じゃあユウスケは何しに来たんだ。ふとご主人のコーヒーが飲みたくなってな。あとカレーも、あとあるなら食後に何かデザート。当然だ、全所持金を絞り出せばなんとか。まあとにかく座んな。はあ、今年もこんな感じか。いや、でもまあ。いや、なんつうかよ、いろいろ文句言う前にモテねえのは自分にも原因あんじゃねえのかなって。龍二、もしかしてショックのあまり人格が。なんちげえよ。なんかちょろっとそう思っただけだっての。だがただ腐るだけよりはかなり前向きなように思う。だろ。てわけでマスター、俺どうすればモテます。なんで俺なんだよ。色恋を焦る気はないが、俺もご主人のアドバイスは興味があります。我が輩も同感。ああ、モテるっつってもいろいろあるんだがな。持論から言うと、女は興味がある男にはさりげなくアピールしてくれる。モテる男はそのアピールを見逃さねえもんだ。うん、つうことはそのアピールってやつを見逃さねえように気をつけるってことっすか。逆だな。女が魅力に感じるのは揺るがない自分を持ってるってこと。いつも周り気にしてキョロキョロしてるやつを揺るがない自分を持ってるって言えないだろ。難しいっすね。まあそうだな。恋愛なんじゃ簡単にくくれねえってことだよ。だからこそ面白いもんでもあるんだけどな。おお、こいつは奥が深いぜ。あ、だがやはり無理に求める必要はないみたいだな。時が来ればおのずと俺の感覚が告げてくれる気がする。ユウスケはブレねえな。まあやっぱ現実は甘くねえか。でもユウスケじゃねえけどよ、焦らねえでもそれがちゃんとあれば自然と彼女できてる気する。むしろ向こうから寄ってくるぐらいの感じ。ま、頑張んな。なんか柄にもねえことしたら腹減ったな。お前らなんか食いに行くか。今日はおごってやる。マジっすか。そんな俺はただコーヒーとカレーさえ振る舞ってもらえば。
いやそれ全然遠慮になってなくね。我が輩、回らない寿司がいい。それか A5 ランクステーキ。ネゴも乗り気みてえだな。ほら店じまいしていくぞ。あ、これやるよ。今日コンビニで買い物してたら女の人がくれてよ。あ、もちろん店員な。なわけねえっての。おいお前ら、いつまで漫才してんだ。置いてくぞ。ああ、すいません。居残りは勘弁だな。行こうぜ。